のやり方ですね。はい、じゃあここからですね、アレンジについてですね、コードのアレンジについて、やっていきたいと思います。アレンジっていうのはいろんなパターンというかいろんな種類があるんですけど、例えばストロークの細かさとか、さっき言ったように4拍子を3拍子にしたりとか、5拍子にしたりとか、いろんなね拍子を変えたりっていうのもアレンジですよね。で今回はですね、コードの流れについて自由にね組み合わせていくというようなことをやっていきたいと思うんですけれども、まずコードの、アレンジについて非常に大事なのは、この曲のキーっていうのをまず把握することですね。じゃあ、ここでね、キーというのを何のキーなのかっていうのを当てていこうと思うんですけども、 G ですね。 G ですかね、はい、うん、まあそうですね、 G で始まって G で終わってるので、だいたいこういうねあの感じだと、G のキーっていうことがだいたい伺えるかなと思いますね。で、ここから、G のキーのドレミファソラシドっていうのを探していくんですね。まあ、ドレミファソラシドっていうのは音名でいうドレミファソラシドと解名でいうドレミファソラシドっていうのがあるんですけど、音名っていうのは音の名前なので、このことを言いますね、うん、で解名っていうのは階段の階になるんですけど、音階の階なんですね。で解名っていうのが要は、ドレミファソラシド、これを解名というものですね。これを和音にしていくとコードネームっていうのがつくんですけど、うん、G は G メジャー、 A マイナー、 B マイナー、 C メジャー、 D メジャー、 E マイナー、 F マイナー。ちょっと5番目に関してはメジャーではなくてセブンスにしときましょうかね、一応ね。まず今5番目にね D のところセブンスって書いたんですけど、このセブンスっていうのがかなりポイントが高い。で何がポイント高いかっていうと、この5番目のセブンスっていうのは1番に向かう性質を持っています。なので、G に行きたければ D7 とか D っていうのを入れてあげると G に行きやすいってことになるんですよね。ということで G の手前の D っていうのをセブンスに変える。で例えばこの中で言うと D が2小節長いですよね。長い時に D ずっとやってもいいんですけれども、ここでちょっと変化を出してあげると次の G につながりやすいので、アレンジとしてはここに D7 を入れてあげたりとかすると G に行きやすかったりします。まあ会社で例えるならG っていうのが社長になるんですね。その他部下がいるわけなんですけど、役職がそれぞれあるんですよ。 G のキーっていうぐらいなので G っていうのが一番偉いで偉いっていうのは、トニックって言います。トニックね、偉い人のことトニックと言います。で会社の組織ってあの社長がいれば副社長がいたりとか専務がいたり、それぞれね役職があると思うんですけど、社長と同じレベルですね。同じレベルで、まあ、共同経営してる、やつがいるわけなんですけど、それが6番もトニックなんですね。これ非常に強い役割を持っています。で、共同経営者よりも少し下の役職、3番目も同じぐらいのレベルを持っています。このトニックっていうね、偉い人を支える役目っていうのが先ほど出てきましたね。セブンスね、セブンスの後は1番に戻るっていう習性があったと思うので、これが、まあ、いわゆる社長の下って感じなんですね。これを、ドミナントと言いますね。で、空いた2番と4番ですね。2番と4番っていうのはこのドミナントを支える部下たちなので、サブドミナント、ね、サブのドミナント。トニックっていうのが3ついるんですね。3ついますよね。なのでこの例えばこの曲の中で G っていう社長の代わりをするやつがここだけいるってことなんですよ。例えばね、ここ G をお休みさせて E マイナーに変えちゃう、ね、G じゃなくて E マイナーに変えるっていうことができたりします、うん、まあもちろん他の場所でもできるんですけど、これっていうのは例えばコード踏みた時にこういうふうに書いてあったと、書いてあったけど、これはちょっとこっちのコードに変えた方がかっこいいかもっていう、そういう発想になるんですよね。こういう知識があると。一つの曲でも本によってコード展開がだいぶ違うん
ですね。そうですね。なので、それというのはこれが絡んでるんですよ。だから一つの本を見たときに、そのコード進行も合ってる、正解なんです。で、こっちの方に書いてあるのも正解。なんですけど、自分がどっちが好きかっていう選択がもちろんできるんですけど、本を2つ買ったときに2択の選択しかないんだともったいないですよね。なので、こういう知識があると、自分好きなようにアレンジできるわけですね。だからもう一冊の本ができるってことですよね、自分用の。ということで、今日は、セブンスっていうのは、1番に戻るっていう習性があることと、1番っていうのは3番とか6番が代わりができるっていう、そういうお話ですね。で、次回はドミナントね、5番を支えるサブドミナントの役割についてね、お話ししていきたいと思います。で、ここまでね、まずはチェックしていただきたいと思います。正解、よくわかったね。すげえ。じゃあこれは？正解、正解。次これ。A7。正解。